Wii Fit, Wii Fit, Wii Fit は、任天堂より発売された、Wii 専用ゲームソフトである。日本国内版の発売日は2007年12月1日。これは日本での Wii 発売1周年にあたり、本作は、その記念ソフトとなる。本項目では、シリーズ作品の Wii Fit Plus, Wii Fit U についても記述する。宮本茂の、体重を測る、趣味。 健康になるのは面白いという気づきを健康を管理するゲームソフトとしてヘルスパックの名称のもとに開発が進められた。2007年7月11日に米国サンタモニカで開催された E3 にて名称を w f i t に変更し全世界に向け発表された。日本国内では2007年10月10日に千葉市幕張メッセで開催されたニンテンドー カファレンス2007、秋にて正式に発表された。Wii のゲームソフトでは4本目のミリオンセラーを発売、1ヶ月で達成し、発売後、約1年で、売上本数が300万本に到達している。カプコンのプレイステーションポータブル用ソフト、モンスターハンターポータルセカンド G と共に、日本ゲーム大賞2008年度大賞受賞をした。 同時にベストセールス賞も受賞している。2012年3月時点での Wii バランスボード筐体単体での販売台数は世界累計で3700万台以上となっている。同梱されているバランス Wii ーボードに乗り体重測定や様々なトレーニングを行う。キャッチフレーズは家族で健康。2009年6月2日に 米国ロサンゼルスで開催された E3 で様々な新機能や新項目を追加したバージョンアップ版 WeFit Plus 工実が発表され2009年10月より全世界で発売された。なお WeFit Plus には WeFit の内容が全て含まれているため WeFit Plus 発売開始に伴い WeFit は生産終了となった。 2012年6月の E32012 では Wii U に対応し、新項目や新オプション機器、フィットメーターを追加した Wii Fit U が発表された。体測定とは、バランス Wii ボードに乗って、プレイヤーの体重を計測し、同時に肥満度を示す数値である、ボディマッシュ数、BMI を算出し記録する機能である。さらに体重測定の後、 数種類あるうちからランダムに選ばれた2種類のバランステストを行い、体の左右バランスを解析して、プレイヤーのバランス年齢を算出する。ヨガ、筋トレ、有酸素運動、バランスゲームの4ジャンル、計48種類のトレーニングや、運動感覚を向上させるゲームが搭載されている。 最初は一部のトレーニングしかプレイすることができないが、プレイすればするほど溜まっていく運動貯金を貯めることにより、プレイできるトレーニングの数が増えていく、難易度等を変更できるようになるゲームもある。結果は各トレーニング、各難易度ごとに採点され、さらに、9の形でおまかなランクも発表される。4ジャンルすべてのトレーニング監修総指揮者は、松井香織、取扱説明書記載。 15種類のヨガプログラムが収録されている。画面のトレーナーの動きに合わせて、ポーズをとって、バランスを保つ。一部、バランスウィーボードを使用せず Wii リモコンを使用する、プログラム、どちらも使用しない、プログラム、測定できないため評価はつかないも収録されている。評価のランクは、柔らか不足級ビギナー級ヨガトレーナー級ヨガマスター級 15種類の筋力トレーニングプログラムが収録されている。画面のトレーナーの動きに合わせてバランスを意識しながら動く。一部、バランスウィーボードを使用せずウィーリモコンを使用するプログムも収録されている。評価のランクは、運動不足級、週末トレーニング級、ボディビルダー級、筋肉対応級、フレンチプレスのみ評価はつかない。また、チャレンジでは、 これとは別のランクとなる。筋トレ監修は、松井香る。9種類の有酸素運動プログラムが収録されている。一部、他のこと、テレビの視聴などをしながらでもできる運動プログラムや、ヌンチャクを使用するプログラムも収録されている。評価のランクは、燃焼不足級、そこそこ燃焼級、激しく燃焼球、ロケット燃焼球。 9種類のバランスゲームが収録されている。評価のランクは、バランス不足級、アマチュア級、プロ級、チャンピオン級。WeFit チャンネルと称される We チャンネルを We メニューに追加することができ、WeFit のゲームディスクを起動しなくても、メインメニューにあたる、みんなの広場を開き、日々の体重、BMI バランス年齢、運動貯金の推移を確認することができる。さらに、 バランスウィーボードを用いることにより体測定を行うこともできる。w ィーチャンネルに登録するには96ブロックの空きが必要。なお、このチャンネル単独でトレーニングやお試し、プレイを行うことはできない。行おうとするとディスクを入れるように指示が出る。ディスクを入れると少し起動時間がかかるが、そのまま w ィーメニューに戻らずトレーニング等を行える。 なお、このチャンネルのプレイ記録も Wii 伝言版の今日の出来事には WiiFit と通常ディスクドライブチャンネルから起動した時と同じように記録される。WiiFit Plus、WiiFit Plus は WiiFit に新しいトレーニングや要素を加えたゲームソフトである。日本では2009年10月1日、米国では2009年10月4日に発売された。 バランスウィーボード同コンバンと前作を購入しすでにバランスウィーボードを所有しているユーザー向けのソフト単体版の2種類が発売されている価格はバランスウィーボード同コンバンが9800円税込みソフト単体版が2000円税込み前作のウィーフィットのすべての内容に加えて新しいトレーニングやバランステストの追加やトレーニングや 運動管理などを設定できる便利機能が追加されるなど、より便利でさらに運動ができるようになっている。グラフィックやサウンド面は前作に準拠している。また、前作の BeFit のセーブデータとの引き継ぎ機能があり、データを引き継いで続きからプレイ可能。BeFitU、BeFitU は、 Wii U 専用の Wii Fit シリーズ第3作として2014年2月1日に発売されたソフト。また、発売前の2013年10月31日から2014年1月31日の間は Wii U 本体とバランス Wii ボードを所持しているユーザーを対象に1ヶ月間無料で Wii Fit U を体験できる Wii Fit U1 ヶ月先行体験キャンペーン実施し、 先行体験キャンペーン版を任天堂 e ショップからダウンロード版を配信した。体験版と名打っているものの、すべてのモードをプレイ可能であり、後述する別売りの w i Fit 専用フィットメーターを購入し、Wii U 本体とペアリングを行えば2ヶ月目以降も継続してプレイが可能となる。新要素として、新作19種目のトレーニング、全77種目。 新ジャンルのダンス、ヨガ、筋トレ、ダンスでの新機能、ミラーモード、ゲームパッドのカメラで自分の姿を確認でき、対応、新登場のフィットメーターで本ソフト以外の運動も記録できる点などがある。なお、前作、B-Fit、B-Fit トプラスのデータを引き継ぐことができる。2012年の E3 で発表された際には、本体と同時、 2012年11月から12月に発売予定とされていた。フィットメーターは、B フィット U 同根、または別売の携帯型活動量計。カラーバリエーションは、緑、赤、黒の3色で、2013年10月31日に、緑が単体で先行発売開始。加速度センサーと気圧センサーを搭載しており、歩数以外にも、 運動量や高ード変化を測定、記録可能。記録したデータは、赤外線機能で w e i u ゲインパドに転送し、日常生活の消費カロリーを測定、目標に届いていない分は WeFitU 上でのトレーニングメニューを提案するという、連動機能がある。蒸気のような性質上、フィットメーター単独での使用はできず、WeFitU とのペアリングが、使用開始前に必要である。 また、登録は、フィットメーター1台につき1名である。周辺機器として、ホリから、Wii Fit Mat、Wii Fit Mat が2008年2月28日に発売された。税込3444円。バランス Wii ボードの下に敷くもので、筋トレなどモードの際にも活用できる。任天堂公式解説本として、Wii Fit Official 徹底活用ブック、出版社。 主婦と生活者、監修、松井香織が2008年10月24日に発売され、BMI の説明や各トレーニング種目の正しいフォームが解説されている。大乱闘スマッシュブラザーズ4 Nintendo 3DS、Wii U では本作に登場するトレーナーが Wii ヒットトレーナーという名で、プレイアブルキャラクターとして参戦。Wii 版ではホームステージも登場。通常は、 女性トレーナーが使用できるが、色替えで男性トレーナーの選択もできる。最後の切り札は様々なカラーの分身を飛ばすウィフィット。シンボルマークはダンスのポーズをした女性トレーナー。ダイラントスマッシュブラザーズスペシャルにもウィフィットトレーナーの名で参戦が決定。前作に引き続き色替えで男性トレーナーの選択ができる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。